こんにちは、まるいです。今日もアイスのご紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃーん、明治のショコラプラスです。これすごいなんかインスタ映えしそうな箱ですよね。ドヤ映え、超かわいい。でこれが、カカオ香るチョコレートということで、なんかあれシュガー、ヨーロピアンシュガーコーンみたいな感じかなと思っております。チョコレートとコーンをプラス、なんかめっちゃチョコも濃そうですね。この分厚いチョコ、本当にこんなになってるの楽しみです。はい、早速食べてみようと思います。これね、5本入り、5本入ってます。よいしょ。うん、サイズ的にはちょっとちっちゃめ、ちっちゃいね、このぐらいしかない。ではいただきます。パリッパリです。パリッパリ、本当にこんな感じ。本当にね、写真の通りチョコちゃんと分厚くて美味しい。すんごい、さすがね、さすが明治のチョコの明治だだけあって、チョコがすごく美味しいです。うん、ワッフルコーンもめちゃめちゃサクサク。うん、なんかね、ヨーロピアンシュガーコーンはなんかしっとりして、割となんかアイスでしっとりしちゃってるっていうイメージがあったんだけど、これはね、ショコラプラスはもう超サクサクです。すごい、こっちの方が好き。その中の、このアイス、アイスもね、なんだろう、すごいクリーミーでね、これもなんだろう、アイスクリーム、うん、クリーミーだと思ったらやっぱアイスクリームでした。アイスクリームなだけある、贅沢、高級感のあるアイスが、の味がします。うん、美味しい。これはね、大当たりだと思う、本当に。これはね、リピ決定。お疲れ様でした。はい、今日はですね、こちら明治ショコラプラスご紹介しました。うん、これはね、本当にチョコパリパリで最初食べにくかったけど、うん、これは食べてみる価値めちゃめちゃあると思います。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それでは。